Garcia Rossi. ここにいたかよ。やっぱり。どうやら他のマフィアと同様。あや、人さん並みに大きな人ね。なんか、やたらと手強そうだけど。元西風の旅団部隊長にして、ルバーチ商会の若頭。戦闘力は折り紙付きだろう。どうやら魔人化する気配はなさそうだけど、手の抜ける相手じゃなさそうだ。ああ、くれぐれも油断すんな。
もしかして魔人化するのか。こんな人がなったらさすがに手に負えないわよ。おいおっさん、百戦錬磨の元両兵が何をふぬけてやがるんだ。しかもマフィアとはいえ、あんたは一度あの場所から抜けられたんだろうが、その意地を見せてみろや。ランディ、ランディさん。できんじゃねえか。偉そうなことを抜かしやがって。どうやら礼を言う必要がありそうだ。やはり弱姫にグノーシスを直接注射してきやがった。最初からうさんくせえと思ってたんだ。くそ、よくも俺の部下たちよ。彼は自分たちが逮捕する。悪いけどあなたたちも逮捕は避けられないと思ってくれ。ここまで集大成をしちゃうしかねえだろうな。だが俺はこの先にいる。落ちたか。ああ、感じ。多分魔人化に抵抗するのに力を使い果たしたんだろうね。うん、悪人かもしれないけど一本筋は通ってる人かも。少なくともあの会長さんよりは共感できそうな気がするわ。そうね、同感です。ま、さすがと言っとくか。そうだな。どうやらこの先に真の黒幕がいるみたいだ。アーネストにガルシア、二人の様子から判断するに恐ろしく危険な相手だろう。みんな準備はいいか。ええ、はい。いつでも行けるぜ。こちらも任せて。準備はできている。よし、これより教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンターの拘束および逮捕に踏み込む。各自全力を尽くしてくれ。おう。